ワンピー側チャンピオンベネッサ、ツーピー側チャレンジャー、はい、この試合どう見ますか。ワンピー側のプレイヤーですが、高段位のプレイヤーですから期待が高まりますね。なるほど、コソンハ避けてからファーリング、ここからどうする。ナイス肘避けて、ボーンクラッシュミドル、ここで KO。 まずは一本終わりましたが、ワンピー側のプレイヤーですが、すごくガードが硬いですから、相手の攻め手を封じてましたよね。そうですか、これで安心しないで相手の出方を伺ってもいいでしょうね。なるほど、投げ抜けはない。受け身を取った、勝負だった。セットカウントは1対1、はい、1本取って追いついた。この調子のままでもう1本取りたい。第3ラウンドが始まりました。レッケグ避けてから投げ抜けはない。投げ抜け、うまい、サバリナ利権水、手を挟んで畳みかける、すげえ、勝負あり。セットカウントは1対2、はい、続けて引き離した。ベネッサこのまま押し込まれてしまうか。第4ラウンドスタート、ここは抜けていった。ボーンクラッシュミドル、ヘブンズゲート、ダウン攻撃、起き上がりに重ねた、きっちりまとめた。ナイスカウンターヒット、畳みかける、逃げられない、前前ゲージ、食べている。空中コンボになった。ナイス、決まった。この試合どうでしたか。もう一回見たいな。はい、危なげなく勝利。私の方が強かったみたいね。